長、次女、三女、川崎三姉妹です。はい、今日はですね、ちょっと珍しくユニブさんに似合いそうなシーンでお洋服をちょっと買ってみました、はい、あ、珍しくない？似合うかな。私がね、特に教科書乗るレベルの今年となるので、そうなのよ、ちょっと不安なんだけど、はい、まあね、着てみようかなということで、うん、だからまあそういうのも参考にしてもらいつつ、はい、お洋服はめちゃくちゃ可愛いので、はい、はい、じゃあ皆さん最後までぜひご覧ください。それでは、レッツゴー。川崎三姉妹、じゃん、1着目こちらを着てみました。もう普段はね、絶対挑戦しないの。なんか今年のなんで、やっぱ二の腕とかあんまり出したくない、うん、ここの上大きめじゃん、結構大きめっていうかさ、うん、幅広めじゃん、腕がしっかりしてる、そうし、ウエストもさ、コツストさんってどっちかというとウェーブさんに比べたらないじゃん。ない。だからウェーブさんが着たらこれもっとこんな感じで着れる、くびれがね、多分人形さんみたいにキュッてなると思う。そう、可愛いと思うですけど、まあコツストが着てもそんなに悪くないかな、今首元開いてるから、うん、確かに。なんかラインが綺麗、ラインはすごい綺麗だよね、うん、で中にこういう風にチュールが入ってて、丈が激短い、うん、SM サイズだったんですけど、私 M 着ててもうお尻丸見えって感じです。ちっちゃい、それちっちゃいよね、うん、はい、まあこんな感じでウェーブさんワンピを着てみた結果、まあ、デザインはねめちゃくちゃ可愛いので挑戦してみても全然いいと思うし、まあ、ウェーブさんにとにかくおすすめのワンピでしたという感じです。じゃーん、はい、私はウェーブさんがとっても似合いそうなワンピを着てみました。でもなんか意外といけてる気がする。リナはね、リナはね、うん、リナはねウェーブ若干入っとるっていうか、やっぱミックスだから、うん、だと思うな。なんか、なんかコツストさんってさ、その大きいパフスリ結構苦手じゃん、事故る。ここの切り替えの A ラインはウェーブさんがすごい似合うワンピなんですけど、でも結構まあ悪くはないかなっていう感じ。スクエアネックなのがスクリーンなのかも。あ、確かにここがね結構空いてるからスッキリが見えるかも。でもすごい可愛いね、この夏ちょっと映えそうじゃない、うん、パキッとして可愛いね。可愛い、なんか届いて思ったより可愛かった。サイズはこちらなんですけど、なんかでも着るときにここをちょっと緩めないときつかった。うーん、ミーナに着せてもらいました。うん、まあこんな感じでそんなに事故ってはないと思うので、まあなんやろ、でもコツめっちゃミーナみたいなコツストさんでちょっとお胸が大きい方はきついと思うし、うん、てか着れないです。着れないとは思う。後ろファスナーだから無理。そう、ゴムもないから、なんか若干ウェーブさんの骨質とかはいいと思います。はい、私はちょっとね、ニュージーンズが着てそうな感じの今流行りのユニフォームのこちらをゲットしたんですけど、どうですか？まあ確かに、でもミーナっぽいけどね。まあね、結構韓国ストリートっぽい感じでやってみたんだけど、ウェーブの人ってさ、なんかさ、こういうさあ、ダボティ履くときさ、お腹めっちゃ見せたりするやん、出して、うん、あれやりたいけど私は無理。ウェーブさんってそういうスカート似合うじゃん、合わせる、うん、だからやっぱコツストはデニム合わせとかの方がほっそり見える。絶対デニムの方が細く見える。広がらない方がいい、ね、どっちもダボダボだと結構コツストきついかも。ダボダボきつい、ね、だから私今着痩せしてるわけではなくない、うんうん、どっちかっていうと太って見える感じで、やっぱミーナコツストだからさ、代表だと思う。そう、日本代表だよこれ。教科書だよね、うん、でこのレースカートはね、絶対ウェーブさん好きなやつじゃない？好きそう。お尻と腰をちょっと隠したいウェーブさん多いじゃん、うん、だからこのゆるっぽい感じで、ウエストはこんな細いけど、みんなこれ絶対ウェーブさんはね、買いのやつだけど、でかかったこれ。でかいね。 L にしちゃったんだけど、これ多分みんな S でいいかな、うん、みんな一回ゴムも持ってんの。これ買いたい方は S か M でいいと思います。大きめだった。はあ、私こんな感じでちょっと骨質と代表そうなので、ウェーブ寄りの服着るとちょっと自信をなくしちゃうような着痩せもしないんですけど、参考になります。ウェーブさんは絶対着こなすんだろうなっていう感じの服装でございます、うん、次、じゃん、次はですね、ウェーブさんのカジュアルコーデを頼んでみたんですけど、まあこんな感じ多いじゃん。ウェーブさんってさ、上ピチピチの下ダボみたいな。マジでその格好似合うよね、ウェーブ。いいよね。これ似合うならさ、楽すぎん。確かに。かっこいいし。かっこいい、この格好似合うの。なんか、コツストの私が着てみた感想を言わせていただくと、寸胴感目立つ、うん、やっぱくびれだよね。わかる。ここがさ、やっぱ、うん、ウェーブだとさ、うん、こうなってるわけでしょ。確かに。そりゃ見せるわな、お腹。じゃあちょっと腹出ししてみると、
きついよさあきついてって感じです。あと横から見た時にさ、なんかあの X で見たんですけど、ここ除骨、いやその除骨のこと4回目なんで、なんかさここがあるだけでさみんなさこんな感じなのよ。まあでもなんだろう、ズームには見えるけど、うん、めちゃくちゃデブっていう感想ではない。そうですか、まあちょっと痩せたんでね、うん、なんか似合ってるよね、うん、このパンツも。このパンツが可愛いのかも。あとそのトップスのおかげもあるかな、若干ウエストがふって見えるようなデザイン。こういうね、うん、確かに。あとスクエアネックなんで、そうそうそう、まあこんな感じで、はい、じゃあウェーブコーデ2着目です。私はこんな感じで、もうザ・ウェーブさんが似合いそうなマーメイドスカートとこのトップスのセットアップを着てみました。なんか若干アナウンサーみたいな感じでもリナそういうの似合うかも。本当？やっぱウェーブ説、なんかウエスト全然ズンズンじゃないしさ。そう、私この3姉妹の中ではくびれがある方なんですよね。ありますよね、うん、割と。あとその肩を隠す感じめっちゃ似合ってると思う。可愛いね、これこのトップスもすごい綺麗。これなんかリナのカリピッピがさ、うん、めっちゃ褒めてくれそうな。マジ？セットアップ、ちょっとお呼ばれの時とかも着れそう。アイロンしたら可愛いじゃんそれ。可愛い、なんか全然いいじゃん。本当、うん、腰も張ってないからさ、嬉しいじゃない、うん、綺麗。まあ全身はこんな感じです。すごいなんか光沢感もあるしね、高見えだよね結構、うん、なんかリナそういうシンプルな素材がめっちゃ似合う気がする。派手じゃなくて、そう、あのワントーンとかワンカラーとか、あとシルエットが綺麗とかいう服が似合う。上品、ね、シルエット綺麗な服絶対似合う、うん、大事。あんなにすごい言われる。そうか、寸胴の服着た時太く見えるみたいな、うん、だからウェーブ向けの服がめっちゃ似合うんじゃない実は。じゃあウェーブなんじゃないすごい高見えしてるのでおすすめです。じゃあ私こちらのセットアップなんですけど、このね大きめのシャツに下がこのゴムのねパンツがついてる感じ、こういう感じです。ウェーブさんだったらきっとこの顔出して強調させるんでしょうね。でこれはねもう全部がゴムやから、この妊婦さんの私でもねめっちゃ楽に着れるし、逆にこうやってちょっとデベソ感で可愛い、可愛い感じ。だから写真とか可愛い、写真可愛いよな、デベソの時なんか可愛い、愛しいよ。なんかわかる、今しかできない感じなんでね、こう出してきても可愛いし、これねちょっと沖縄行った時にシャツだけでね別で使ってたんだけど、すごいコットン素材で気持ちいいし、その日焼け防止にもなるし、やっぱこういうセットアップは別々に使うこともできるので、めちゃめちゃ使いやすい感じ、涼しくてめっちゃ良かったです。はい、こんな感じでシンプルなシャツのセットアップをゲットしてみました。じゃん、最後は、ウエスタンコーデ、なんか最近ちょっとカジュアルガールにしたいと思ってて頼んでみたコーデなんですけど、まあちょっとね今もう今から暑くなる時期なんですけど、頼んだ時ちょっと肌寒かったりしたので、こういうねウエスタンレザージャケットを頼んでみたんですけど、このジャケットめっちゃ可愛い。ほう、こうだよね、ほう、首こんな感じで締まって、まあ前締めるとこんな感じ。いやでも見て首詰めの、首詰めがフェアリーエグ終わってる。まあジャケット自体は可愛いし、ワンピース自体も可愛いんですけど、やっぱ全部詰まっちゃうと本当に太って見えるね、うん、こう首元開くだけでちょっと違うもん。違う、はい、という感じで、まあこちらのジャケット自体はまあ今からじゃちょっと暑いからちょっと脱ごうかな。じゃん、そしてですよ、こちらのワンピース、もうね私最近ローズがすごい好きで、これ取って見える、これめっちゃ確かに上の切り替えが なんかなんかサイトの画像見た感じさ、ウェーブさん着たら可愛いんやろうなと思いながら頼んだんですけど、コスコ的には挑戦なわけですよこれは、うん、でもやっぱりちょっと薄いな。まあ着痩せはしてない、してないよね、可愛いのに。まあコーデ的にはめちゃくちゃ私が今推したいカジュアルガーリーウエスタンコーデなので、どうですか、おしゃれ、韓国アイドルぐらいスタイルが良ければめちゃくちゃ可愛いと思います。でもおしゃれ、スタイルいけてる子はねぜひ真似してこちらのファッションやってほしいと思います。じゃーん、はい、ラストはこんな感じのワンピースを着てみました。私の好きなロッズ、あ、これもねウェーブさんが絶対似合うと思って頼んでみたんですけど、え、まあいけてるんちゃう、つーかリナウェーブじゃね、ウェーブ説出てきた、ミックスだね本当に、うん、なんかいいとこ取りなんじゃん、なんかウエストが
やっぱ骨太さんだとくびれないじゃん、ね、あんまり。でもくびれあるね。あるくびれあるんだよ。お尻が大きいの。あと骨がなんか違う。上半身骨太の下半身ウェーブ、うん、なんかそんな気がする。え、それ最悪じゃない？え、そうなん？でもザ・骨太のミイラと比べると若干やっぱウェーブが強い気がするので。全然違う。そう、ウェーブさんはこのマップめちゃくちゃおすすめです。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。色味もね、イエベハルさんとかめっちゃ似合いそう。可愛い。なんかホカンスとか映えそうじゃん。ね、めっちゃ可愛いよね。え、結構これ気に入ったかも。今回そうですね、一番お気に入りになりました。はい、これもね、またまたね、シャツのセットアップなんやけど、俺はやっぱ黒が似合う。確かに。ジャンミナ絶対ブラックだよ。ジャンミナって呼ばないで。ミーナちゃん。前髪割れてる。てかミーナザラっぽい。ザラっぽい。無地似合う。ザラ似合うって感じする。ヘイリーじゃん。ヘイリーじゃん。ヘイリーと一緒の日に子供も。じゃあ結びつけそう。ミーヘイ。ミーリー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 バー。こんな感じで。かわいい。かわいい。いいな。このショット撮りたいぐらい。ちょっと思い出ショット残しといてよ。いや、今度じゃあこれで行くから写真撮って。今ちょっと決めポーズしといてください。思い出。はい、こんな感じで、これもね、またまた全てがゴムですし、すごい楽な感じなので、まあ、マタニシティさんもね、完璧だし、かっこいい。これにシャネル持ったらもう、確かに。高見え感やもんな、うん、これだってデイジーの安いやつだけど。え、なんかめっちゃかっこいい。はい、全身こんな感じです。今ね、ちょっと室内なので、アンナに借りて、この可愛いヒールを合わせてみたんですけど、まあね、実際出かけるときはスニーカーかサンダルにはなると思うんですけどね。急になんでそんなおじさん。ちなみにヒールちょっとアップで見せてみたらおすすめなんで、3人とも気に入った。可愛いです。リボンがついててね、すごいピンヒールなんだけど、うん、つま先も全部出て夏に完璧の感じの、うん、なんか長時間歩くのはきついと思う、うん、写真撮影の時とか。でもさ、こういうテロテロのシャツの時にさ、見合わせるのやっぱかっこいい、ね、おしゃれだね。夏場はやっぱ勝つよね、うん、はい、これ神というわけでマタニティさんの方もぜひこちらチェックしてみてください。お佐々木希と金太郎みたいな。というわけで、今回はちょっと珍しく、うん、ウェーブさんに似合うような感じのね、シーンのお洋服たちをたくさん紹介したんですけど、ちょっとあの視聴者の皆さんにウェーブの方いらっしゃいましたら、参考になったりしたらコメントしてくれたら嬉しいなと思います。はい、他にあのナチュラルさん、コツシトさんでね、あの私たちも参考にしたいですって方がいれば、うん、そのコーデにあったのをちょっと注文してみたいと思いますので、はい、たくさんコメントお待ちしてます。教えてください。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。参考になりましたらグッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。